くしびき城は日本の青森県八戸市に所在した日本の城。八戸市のくしびき八万宮から南に2キロメートルの地点にあたる現在の八戸市大和ざくしびきあざかんがみに存在していた平城。城郭の規模は横6 0 0ル、縦1 4 0 0ルである。跡地にはくしびきやくしにおら道がある。川の東の岸に接する丘陵の上にあり、 西は断崖に、他の三方は四国という地形になっている。地形に恵まれた堅道な要害だが、出丸の強度が低いことと南方が丘陵続きになっていることが弱点であった。この弱点を補うために、城の南方には一族の市場が築造されていた。城の周辺の道には、坂牛を経由して根城へ続く本堂、通り清水から公平を経由して、 南郷村島守へ続く、島森道、矢倉、福田を経由して、泣井へ続く、泣井道があった。城下町は、通り、清水と城をつなぐ道路の途中に並んでいた。遺構は、茶室形式の本格、侍屋敷などを含む外角、堀を挟んで、本格の北の高台にある、今館と呼ばれた出丸の三つに大別される。出丸の北方には現在は埋め立てられてしまったが、 折り割りがあったと言われる。追記年間は不明。串引氏きの居城。最初は根じろ、南部市に仕えていたが、南部森行きの統治の頃には三古南部市を、主と仰いでいた。A60 年、串引氏きが、八戸正江の留守中にその所領を侵略し、近隣に放火したため、元気2年、八戸氏の軍勢によって、串引き城は、攻撃を受けた。東正勝が、 串引き氏を支援したものの、串引き勢は降伏した。天正十九年の久野平正美の乱に際し、当主・串引き清永と弟・清政は旧古方に加担し、浅水城、戸間、淵城、根城。これ川間の諸城間を攻撃した後に旧古城に入城するが、豊臣秀次に率いられた。欧州最終沖軍によって打ち取られ、清永は戦死、清政は？ 久の平正美とともに降伏し、三波様松尾村で残首されて、串引氏きは滅亡、串引き城もまたねじろ、南部氏の攻撃を受けて破れ去った。天正二十年の諸城破却諸城には、串引き平城破大館桜場証言とあり破却された。ありがとうございます。